トリックは主に犯罪行為を隠蔽するための規形、企みである。ここでは推理小説などのミステリー作品で描かれるトリックについて述べる。推理小説においてトリックはことさら重要な意味を持つ要素である。それらの小説や映像作品などにおいてそれぞれの作品につき大概一つ以上のトリックが用いられている。ここで言うトリックとは 主に作中の登場人物によって行われたものを指すが広い意味では著者や制作者がプロットや表現手法などにおいて読者や視聴者を騙すために用いたものもトリックに含まれる。これらはしばしばフェアアンフェア論争の引き金になることもある。このように外部条件を利用するものはメタミステリーとの関係づけが行われる。機械的な仕組みを用いたトリック。 最も基本的なトリックであり、これらを用いたり組み合わせることで、口実の密室トリックや、アリバイトリックが作られたりする、具体例心理の盲点をついたトリック。その場にいない人物の名前を呼ぶ演技をするなどして、その場にいた、別の人に名前を呼ばれた人物がいたと思い込ませることや、鉄道の乗務員や新聞、郵便配達員などのような、普通は、 意識に登りにくい人物による犯行、また、単独犯と思い込ませて、複数犯、あるいはその逆など。物理トリックの対概念といえ、これもまた他のトリックを達成するための基本トリックとして用いられることが多い。口述の除述トリックも、著者が読者に仕掛けるという観点で、心理トリックと言える。死体が発見されるが、その場所への犯人の出入りが不可能に見えるというトリック。 出入りができないことから密室という。必ずしも、物理的密室であるとは限らず、逃走経路が常に監視下にあった場合や、障子や畳などで構成された部屋でそれらを損壊した、跡がない場合など、一見すると脱出が不可能であるというものも含まれる。詳しくは、密室殺人を参照。推理小説でポピュラーなジャンルであり、世界最初の推理小説と言われるエドガー・ラン・ポーの モルグ街の殺人も密室トリックを扱った作品である。しかし、20世紀前半の推理小説の黎明期において、現実ではまず実現不可能な奇抜なものも含め、ほぼ出し尽くされてしまった感が否めず、後年はそれらを組み合わせたものが多い。また近年では、トリックそのものより、なぜわざわざ密室を構成したのかという動機が問われることが多い。詳細な分類は、 三つの質疑密室抗議が詳しい。存在しないアリバイを存在するかのように誤認させるトリック。時間的にあるいは場所的に犯行を行うのが不可能であったということを偽装する。現実の犯罪でも第三者に自身のアリバイを頼むことで偽装するということはしばしばあり、裁判でも争点となることがある。基本的にアリバイとは事件そのものに関わる要素なので、 多くの推理小説は必然的にアリバイが関わってくる。ここで特にアリバイトリックと呼ばれるものは犯人に犯行が不可能であったという証明が重要視されるものを指し犯人として仮定された場合に初めて効力を発揮するようなものを言う。つまり別人に罪を着せるという犯人以外の他者に直接関わるような場合は当然密室トリックのように 誰にも犯行が不可能と思われるというような場合などもアリバイトリックとは呼ばれない。トラベルミステリーで頻繁に用いられる時刻表トリックはアリバイトリックの典型例と言える。詳細な分類はアリバイ、アリス川アリスのアリバイ講義を参照。犯人が別の人物を演じたり役割を担う一人に役で権利を免れるトリック。犯人が装うのは被害者や第三者。 あるいは個人や架空の人物など様々。抗議には共犯者によるトリックも含まれる。これらは古くは双子トリックが有名であるが、マジックやトリックの基礎ということもあり、簡単に見破られることなどからあまり多用されない。一部では実格間の殺人のような叙述トリックとして利用されている。具体的な分類は類別トリック修正。第一 犯人の人間に関するトリックが詳しい。また、類別トリック修正では最も頻度の高いトリックジャンルとされている。また横溝正史は、密室、顔のない死体と並んで、一人に役を推理小説の三大トリックとしている。死体に何らかの加工を施すことで事実誤人を招かせるトリック。 被害者の死体を損壊させることで死因や身元を隠蔽する、あるいは死体運搬手段の簡素化など、いわゆるバラバラ殺人を含む。また、フィクションとしては、被害者を別人だと誤認させる、特に犯人が自分自身を被害者であると見せかけるために別の人間を殺害する、などの例がよくある。具体的な方法としては、死体の顔を潰す、首を切断して隠す。 小死体にするなどで、顔からの身元判明を阻もうとする例が多く、この場合に特に、顔のない死体と呼ばれる。しかし、指紋鑑定や DNA 鑑定といった、新しい操作手法の発達によって、死体損壊トリックそのものに強い制限がかかり、もっぱらそのような操作手法が排除できる、クローズドサークルで用いられることが多い。また近年では、 例えば見立て殺人において損壊させた意図を隠すためにそれを行ったといった死体損壊トリックそのものを別のトリックによって覆い隠すというような例が多い。顔のない死体の例は古くからあり、江戸川乱歩は紀元前からあると指摘している。具体的にはヘロドトスが歴史に記述したランプシニトスの話とこれに影響を受けたと見られるパウサニアスの記録を挙げている。 また横溝正子は密室一人二役とともに推理小説の三大トリックとしている。小説という形式自体が持つ暗黙の前提や偏見を利用したトリック。典型的な例としては前提条件として記述される文章は地の文や形式において無批判にうのみにしてもいいという認識を逆手に取ったものが多い。登場人物の話し方や名前で、 性別や年齢を誤認させる、作中作を交える、無断で、小ごとの時系列を変えることで誤認させるなどがある。映像作品においても、上記のように無断で、時系列を交える、劇中劇を交える、その作品の形式を逆に利用するなどがしばしば用いられる。推理小説の歴史では、アガサクリシティのアクロイド殺しをめぐって、大きなフェアアンフェア論争が起こったのが有名である。 講義の意味でこの作品が呪述トリックの元祖というわけではないが、この騒動によって呪述トリックが推理小説の一ジャンルとして認知されるようになった。基本的に著者が読者に仕掛けるトリックを指すものではあるが、作中に登場した操作資料、出記といった文章を直接的に明示することによって、作中の探偵と読者が同一の手がかりを得るという、 本格推理小説の要請と除述トリックの面白みを問題なく両立させたものもある。英語には除述トリックに対する直接の訳語はなく、信頼できない語り手という単語が同義語として使われる。詳しくは信頼できない語り手も参照。トリックの分類法としては、日本では江戸川乱歩の評論文、類別トリック修正が有名である。また、 密室トリックの分類法では、ジョン・ディクスンカーの長編小説、三つの棺での密室講義が有名であり、さきの類別トリック修正も、これの影響を受けて書かれた。もっとも、これらの成立年代は古く、当時と見ても、必ずしも完璧な分類法ではなかったという点に、留意が必要である。これらを改良した分類法もあるが、基本的に、 個人研究による分類に留まるため、広く知られるものは非常に少ない。ミステリーにおけるトリックには、作者と読者の間に暗黙の了解がある。これを破った作品は、読者からの反発を受けることになる。これを成分化したものでは、ノックスの10回、バンダインの20足などが有名。一方で、あまり一般的でない科学技術がトリックに利用される探偵。 ガリレオのように、意図的に暗黙の了解を破った作品も多数存在する。江戸川乱歩、顔のない死体、俗、幻影城収録。ありがとうございます。